ちは、インターン生の岩谷智恵と申します。今回は東宝プロジェクトのキャラクターについて語りたいと思います。東宝プロジェクトとは、ズン氏が運営する個人サークル上海アリス弦楽団が制作の弾幕シューティングゲームを中心とする作品群の総称のことです。シューティングゲームがメインですが、東宝水無双や東宝飛蒼天のようなアクションゲームもあります。東宝プロジェクトのゲームは体験版があるので、興味を持った方はぜひプレイして東宝の世界を楽しんでいただけたら幸いです。東宝プロジェクトのキャラクターはゲームだけでなく書籍にも多く登場します。キャラクターの名前は小明治悟りやタタラ小笠のように妖怪が元のものや、森安和子や宿儺神妙丸のように神話や神が元となっているものも多くあります。気になった方はキャラクターの表ネタを調べて、キャラクターとのつながりを知って、どのように現れているか感じながらゲームを楽しむと良いと思います。ここから本題である東宝プロジェクトのキャラクターの魅力について語りたいと思います。東宝プロジェクトを楽しむ上で知ってほしいことが3つあります。それはスペルカードとテーマ曲とズン絵です。東宝プロジェクトに登場するキャラクターにはスペルカードとテーマ曲があります。スペルカードとは主にキャラクターの攻撃のことです。スペルカードには名前があり、中には神話や妖怪が元となっているものもあります。スペルカードでの攻撃は弾やナイフなど様々で、中には花や星などをかたどったものがあります。西行寺ゆい子や藤原の木工のスペルカードのような美しい弾幕も多くあります。ボックスの撃墜だけでなく弾幕の演出も楽しんでいただけたらと思います。東宝プロジェクトで流れる曲は金管楽器とピアノやギターがよく使われています。中でもプリズムリバー3姉妹のテーマ曲である幽霊楽団は東宝の曲らしさが最も出ている曲だと思うので、一度聴いていただけたらと思います。ゲームの中のミュージックルームにあるズン氏のコメントも必見です。東宝プロジェクトの曲は評価が高く、テーマ曲をアレンジした歌も多くあります。ユーヘイサテライトさんやサウンドホリックさんなどの歌名曲ですので、元の曲とともに東宝を楽しんでいただけたら幸いです。キャラクター選択時やゲーム内の会話シーンに登場するズン絵も必見です。ズン絵とは東宝プロジェクトの作者であるズン氏が描いたキャラクターの絵のことです。ズン氏の絵はお世辞にもうまいとは言えない出来ですが、どこか味があり可愛らしい絵だと評価されています。ゲーム内では立ち絵にナムさんやクレイトなどのセリフが書かれていることもあるので、会話とともにイラストでも楽しんでいただけたらと思います。最近の作品では画力が上がったとの評価もあります。東宝小牧京から東宝栄谷州あたりのズン絵と現在のズンを比べてみて、どのような特徴があるか、どこが変わったかを発見してみるのはどうでしょうか。以上になります。東宝プロジェクトの魅力が少しでも伝われば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねお願いします。